吉田さん、こんにちは。いいじゃないですか、アップル TV 来るんですね。いろいろと買ってますね。あの、なんと言いますかね、まあ、私たち YouTube で広告収入を得れるようになると、ま、ああの、いくつかいい点があるんですけども、一つはね、何を買っても、その買った商品を、結局は商品代金をね、取り戻せるってことなんですよ。10万円のものを買っても、結局それ、動画でアップロードするじゃないですか。いろんな角度でね、開封動画なり、使用感なり、 一ヶ月使ってみてどうだったいい点三つ悪い点三つ様々な動画を作りますよね。そうすると、その様々な動画の全てにおいて広告が入って、で、広告収入が入るということになります。一つでもね、バズろうもんなら一発で取り戻せますし、それからそこでね、興味を持っていただいた方が、私たちの本編であるドリアカなり、速っか塾を買っていただくっていうルートもできますからね。本当すごいですね。うん。なんか商品買っても、 実質ゼロみたいなねで。これがだからマネーリテラシーと言わずして何というかなんですよ。だからどうしてもこの広告収入にはたどり着いていただきたいと思うんですね。あの、何を買っても取り戻せるというのはどういうことかっていうと、確かにね、1000円2000円のものだったら取り戻すのに本当に1ヶ月とかそんなもんだと思いますけども、あの、やっぱりね、20万30万のものを買っちゃうと、うん、確かに年単位がかかるかもしれませんけども、結局は、結局は取り戻せるんですよ。例えば何かね、あの、 これでいいですよ6枚刃のヒゲ剃り買うじゃないですかこれを動画でレビューします3年ぐらいかかってこのヒゲ剃りのシェーバーのね原価を取り戻したとするじゃないですかでもこの対応年数は5年くらいあるわけですよっていうことは使ってるうちにどんどんタダになるみたいな感じですよねで使ってるところをいつ動画に上げてもいいですねスイッチを押していつものようにヒゲ剃ってるところやって終わったらスイッチ消してアップロードするだけと特に無言で説明もいらないかもしれませんね だからこれがマネーーリテラシーつまりお金を手にすすすれれば破綻しますかここででってことですよね私は吉谷さんは買ったもの何でもかんでもアップロードしますし買ってもないものまでねネタにして取り上げますよ、うん、あれが欲しいなこれが欲しいなね a p p l e TV 欲しいなプロジェクター欲しいな欲しいなと言ってるだけでも広告入りますからねだからその広告費で買えちゃうんですよ私もあののセルシオの動画 あの上げさせてもらってますけども、まあまあアクセス集まりますしね。え、それからセルショーの動画の時は、やっぱりね、セルショーファンの胸に届くようなあ、そんな動画にしようと思いますし、今結局セルショーの台数も減ってますんで、あの、乗ってる人同士の、その、YouTube を通じての結束ってあるわけなんですよ。まあ、ですんでね、あの、他のセルショー YouTuber がいた動画を見たいみたいな気持ちで、お互いに見ちゃったりすると。お互いのコンディションを見たりするしね。 お互いの乗り方とか気づきとかっていうのをやっぱ共有してセルシオの良かった点3つとか言ったらやっぱね他の人がどんないい点を3つ挙げてるのか気になるし動画見たらあわかるわその気持ちみたいな感じになったりセルシオの悪い点3つって言ってもねまあ悪い点なんていっぱいあるわけですよいい点もいっぱいあるしそれをたまたま3つ挙げただけでもあのー共感もいただけますしねいやいや逆にこうだろうみたいな意見もいただけたりとかしかもセルシオの悪い点3つ良い点3つってのはいろんなパターンでいくつ出してもいいわけですよそれこそ前 動画作った3つと全然違う3つが出てきてもね全く構わないんでそう考えたらまあ何て言うのかな私はね気に入らない仕事に勤めに行くよりも大好きな車をネタに動画撮った方が20人も30人も楽しいしお金も入るしってことでね360度好きなしって感じになりますいやそんな感じでねあのもはや何をやってもお金になるようなそんな稼ぎ方とあの何を やっても稼ぎたいけども、何もやらない人がいるみたいなことも起きてくるわけですよね。うーん、そうですね。なんかね、あの思い切って出発してほしいなと思います。好きなものに囲まれた暮らしを送れば、その好きなものを人にね。紹介したくなるし、もっと言ったら自慢したくなります。セルシオ買ったよ。ナイト二千買ったよ。r ール三四買ったよ。いやー、修理代が百二十万もか,かっちゃってさ、みたいなね。半笑いでこうやって。 いいいいいや、かかかかかっっちゃってさ、みたいな。なな痛痛んんくらでしょ。もうそういうふうなネタなんですよねで車検通しても車検代いくらっていうのもあるし修理出しても修理代いくらっていうのもあるしどっかで何かしましたとかねキャンプに行きましたもん。動画って結構上がってますよねもはやね何をやっても再生されないってことがないそして再生されればどんなにわずかでも全て収入になるんですよ そういう意味でも、YouTube、川田氏、量産、この3拍子、忘れてほしくないなと思います。それではね、今回のタイトルは、あの、量産型ザクにしましょうか。<laughs> ここのね、最後にしか出てこないのに、タイトルにザクをつけてしまうというね、そんな、私の動画でございました。いってらっしゃい。量産型ザク。